はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。飲まなきゃやってらんねー。氷結の梅です。もうね、最悪。今日も仕事行ってきましたけど、4時半に起きて散歩行って、まあ一通りの流れを今日も終えてきましたけど、今日早く終わったんですよ。早く終わったんですけど、まあ誰もいない、事務所誰もいない、確認してもらえなかった。だから他のことをやろうと思ってやってたんだけど、それもなんかわけわかんないことが出てきちゃって、聞かなきゃわかんなくなって、結局誰か帰ってくるまで進まないっていう話で、はーい、結局何にも進まなかったです。早く帰ってきたのに。それで帰ってくるの待って、まあ確認してもらって、そしたらなんかミーティングするとか言い始めて、もう勘弁してくれよ、私今日早く終わってんだからと思って。で、正直私にはまだ早いミーティングなわけなのね。そう、もうちょっと年数経った人っていうか、もう私じゃちょっと太刀打ちできない営業法のアプローチというか、っていうののミーティングで、ちょっと私には無理だから私関係ないんだけどと思って、もう本当に、もう本当に私関係ないんだけどと思って、ちょっと私が聞いたとてそれをまだ実践できないし、それを実践する前にまだまだ私やることあるし、もうほんとやだ、もうね、ほんとにやだ。それで結局今日も3時半、もう最低賃金下回りすぎてんだけど、それで最悪なことに火曜日めちゃめちゃ多いんですよ、そのお客様周りが。で、しかも、もう本当に嫌になっちゃうのが、その次の日も私17日お休みするので、その1週間前にでお話ししなきゃいけないんですよ。で、それが倍なんですよ。で、私9日病院なんで、9日もは、お客様のところに行く量が多いので、まず帰ってくるのが遅いなのに、次の日お客様のところに行く量がいつもの倍、水曜日倍行かなきゃいけない、倍準備しなきゃいけない、それを病院行くからって言って早めに上がんなきゃいけないから、準備なんか絶対無理じゃん、絶対準備なんか無理じゃん。遅く帰ってきてんのに、もう弁当なしだよ、もうお昼抜きだよ、もうお昼抜きでやるよ、もう病院の日はお昼抜きだよ。
で病院行くでしょ。で病院行きました。でも次の日すごい量の数をお客様んとこ回んなきゃいけない。その準備を朝しなきゃいけない。何時に家出ればいいな私。なんかそういうとこのフォローをしてくれないんですよ。だからそういうとこのフォローをしてくれないと私病院行けないから。もう病院に行ってそうやって負担が増えるなら病院行けないからね。本当に。そしたら私火曜日休むからね。もう本当に嫌だ。もうごめんなさい、仕事の愚痴になっちゃって今日も。でももう本当に困るの、いろんな意味で。もうなんか中途半端に任されてるっていうか、もう手伝うって言っても絶対手伝ってくれないと思うの。だから私もう何時に行けばいいのよって話なのね。もう本当に本当に嫌だ。もう余裕がなさすぎる。もう泣きたくなっちゃうよ。余裕がなさすぎる。もうメンタルやられてきた。もうそういうとこのフォローがないとやっていけないよ。もう本当に嫌だ。だからもう休みたくない。うん、まあでも休みたくないって言ってもね、病院と重なっちゃったからさらになんだけど、もう行きたくないよ。でもみんなさ、そうやってさ大変なこと乗り越えてってみんな仕事してるわけだから、私もやんなきゃいけないことなんだろうけど、でもきつい、めちゃめちゃきつい。それで最低賃金して下回ってるとかもありえない。まだまだ時給でその分出るんだったら頑張るけど、やるけど、その分時給とか何にも出ないんだったらもうやりたくないし、しかも私そろそろ慣れてきたからって言って昼間の営業活動、あの新規開拓ピンポン鳴らしていくやつをやらなきゃいけなくて、それも私別に個人事業主でもうこれ以上収入増えなくていいからやりたくないんだけど、もうほんとなんか私がいるなんか事務所っていうかセンター、みんな意識がバカ高すぎてバカじゃないのって思う。このくっそ暑いのに営業回って熱中症になったらどうすんの。本当にもう本当に嫌だ。もうやめちゃおうかな。もう本当に嫌だよ。火曜日水曜日が乗り越え時なんだけど、もう本当に嫌だ。火曜日水曜日が乗り越え時なんだけど行きたくない。あーでもって言いながら行っちゃうんだろうね。何気に私頑張ってるもんね。なんかこの仕事頑張っちゃってんだよね。辛いし文句ばっかり言っちゃってるけどさ、結局のところさ
仕事行って頑張っちゃってんだよね。うん、なんか頑張っちゃってんだよね。でもそのうちプチッと来ないかちょっと心配なんだけど、でもちょっと頑張っちゃってんだよね。なんかね、本当になんか行っちゃってんだよね、仕事にね。だからなんだかんだ火曜日も行っちゃうのかな。ということでね、もうほんと今日は愚痴だったり、もう泣いちゃったりとかしてグダグダになっちゃってごめんなさい。でも本当にありがとうございます。もっちゃんママチャンネル見てくれてありがとうございます。コメントもすごい嬉しいです。ありがとうございます。ただね、もっと増やしていきたいので、チャンネル登録、グッドボタン、拡散、もっちゃんママチャンネルっていうチャンネルがね、あるんだよっていうことを一人でも多くの人にお伝えいただけたらと思います。そして一人でも多くの人がチャンネル登録してくれたらと思います。はい、なので皆さんの力を貸してください。はい、一人でも多くの人にもっちゃんママチャンネルのことをお伝えしていただいて、チャンネル登録していただきますようよろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画はここまでになります。ほんともう愚痴だったり泣いちゃったりもうボロボロでごめんなさい。本当にごめんなさい。3連休に入るのでゆっくりしたいと思います。はい、それでは今日も動画をご覧いただきましてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしたいと思います。それではバイバイ。